皆さんこんにちは、B レジェンド小林です。今回は自重トレーニングで大胸筋を大きくする種目を2種目ですね、ご紹介したいと思います。自重トレーニングであまりね、こう凝った器具も使わないでやるとなると、どうしても種目の数も限られてきますし、負荷もね、なかなか伸ばせない状況になってくるので、なかなかですね、効率よく大胸筋を大きくしていくという点では、どうしてもダンベルとかバーベルを使った器具を使ったトレーニングですとか、ジムでね、マシンを使ったトレーニングというところには、劣ってしまうんですけども、それでもね、何も運動したことがない状態からでしたら、十分ね、ご自宅でのトレーニングだけでも、しっかりね、筋肉をつけていって、こういい体になるっていうのがね、可能ですので、この動画を参考にして、自宅のトレーニングにチャレンジしていただければなと思います。それでは、まず1種目目なんですけども、なんといっても腕立て伏せ、プッシュアップですね。皆さんね、体育の授業とかでやったことあるかなと思うんですけども、腕立て伏せ、大胸筋を鍛えるのにすごいいい種目ですし、肩甲骨とかね、肩周りの柔軟性を高めてですね、肩の痛みを予防するのにも実は効果的だったりするので、そういう意味でね、こうちょっと運動不足で肩が凝りやすいっていう方なんかにも実はおすすめのトレーニングだったりします。またね、やり方は別の動画で解説してますので、そちらをご覧いただければと思うんですけども、気をつけていただきたいポイントは、腰が反らないようにお腹、腹筋にグッと力を入れて体をまっすぐ保っていただくということと、手をつく位置ですね。運動経験のない方が腕立てやろうとすると、大体ね、これぐらいの位置につきます。顔の真横ぐらいについてしまう方が多いんですけども、顔の真横につくと脇が空いてしまってね、このフォームだと肩への負担がすごい大きくて、肩を怪我するリスクが高くなってしまうので、脇をグッと締めて、大体ね、腕の角度が45度になるぐらいに脇をグッと締めてやっていただく。思ったよりもね、かなり低い位置に手をつくことになります。なので最初はやりにくいと感じるかもしれないですけども、実はね、この脇をグッと締めた姿勢というのが肩の怪我をしにくい、そして大胸筋にしっかり効かせることのできるフォームになってますので、そこをね、意識していっていただければと思います。そして2種目目なんですけども、これは実はね、ちょっと特別な道具がいったりするんですけども、ディップスというですね、種目があります。ディップスのやり方自体は他の動画で解説をしてるんですけども、ディップスって、実はね、こうジムでしかできないトレーニングではなくて、自宅でもね、こういうディッピングバーという器具を買っていただければ全然ね、できちゃうんですね。このディップスって腕立てに比べるとかなりね、負荷が高くて、自重のトレーニングの中でもものすごいきつい、負荷が高い部類に入るトレーニングなので、自宅のトレーニングでもこのディップスができるとより効率よくですね、大胸筋を大きくしていくことができますので、このね、ディッピングバー数千円で買えます。5000円、6000円ぐらいかな。安いやつはそれぐらいで売ってますので、なるべくね、効率よく大胸筋を大きくしていきたいという方は、ぜひぜひね、このディッピングバーを購入するのもこう検討していただけるといいんじゃないかなと思います。ディッピングバー買うのもなーっていう方は、椅子なんかでも、できないこともないですけど、椅子でやろうとすると、最悪の場合ね、椅子がひっくり返っちゃって、大怪我したりする可能性があるので、あんまりおすすめはできないです。数千円の投資で何年もずっと使えますので、何年もね、使うことを考えると、そんな1日あたり、1ヶ月あたりの出費で考えたら大した額ではないのでね、ちょっと思い切って、こういうディッピングバーっていうのを買っていただくのもいいんじゃないかなと思います。トレーニング終わったらね、こうやって重ねて壁際に置いておけば、それほど場所も取らないかなと思いますので、自宅でしかトレーニングできないけど、なんとかね、大胸筋を大きくしていきたいぞっていう方は、こういう器具の導入も検討してみてはいかがかなと思います。あとは、プッシュアップバーなんかは、もっとね、コンパクトで、導入しやすいかなと思います。プッシュアップバーだったら本当に数百円から1000円ぐらいで購入できるので、
まあ、それもね、腕立ての負荷を強くするのに、すごい手軽なアイテムなので、こういったね、プッシュアップバーとか、リピングバーなんかをね、導入していただくのも、ぜひね、検討してみてはいかがでしょうか。ということで、今回は大胸筋を自重で大きくしていく種目、2種目ご紹介させていただきました。ぜひ参考にトレーニング頑張っていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。